間もなく午前2時になります。日本に続いて東京からニュースをお伝えします。では北海道での地震についてお伝えします。おととい最大で震度7の揺れを観測する地震が起きた北海道では、その後も地震とみられる地震が相次いでいて、昨日午後10時43分ごろに北海道の胆振地方で震度4の揺れを観測する地震がありました。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大で震度7程度の揺れの地震に十分注意するとともに、今日にかけて雨が降るため土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。未明に起きた北海道胆振地方を震源とするマグニチュード 6.7 の地震では、厚真町で震度7の揺れを観測したほか、各地で震度5弱以上の揺れを観測しました。気象庁は昨日午後、震度データが入っていなかった札幌市東区について、震度6弱の揺れを観測していたと発表しました。震源の周辺では、さまざま余震と見られる地震が相次ぎ、気象庁によりますと、昨日午後6時までに、震度4の揺れを2回、震度3を17回、震度2を32回、震度1を58回観測し、体に